皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、ホームページを作ってもうまく集客できていないあなたにお伝えしたい5つの失敗原因についてお伝えしていきたいと思います。年間のですね、ホームページを頑張って作った。そういった教室の先生結構多いんですよ。例えば、今まではブログ集客で頑張ってましたとか、SNS だけでなんとか人を呼び込んで引きつけてどうにか頑張ってきましたっていう方がホームページを持つ、それがご自身でものすごくね頑張って作るようなケースと、あとはちょっとねお金に余裕がある場合には業者さんにいきなり頼んでっていう方もいらっしゃるんですけれども、それなのになぜホームページに人が集まらないんだ、見てもらえないんだっていうことで、悩んでる方も結構いらっしゃるので、今日はですね、全てがその要因ばかりではないんですが、代表的な5つの要因ですね、これをお伝えしていきたいなというふうに思っております。はい、そうしましたらですね、ホームページを作ってもうまく集客できないその5つの失敗要因ですね、これをちょっとお伝えしていきたいと思います。結論から先に申し上げます。まず1つ目、ゴール設定がきちんとできていない。2つ目、自分の理想とするお客様に響いていない内容になっている。3つ目、確かに美しさにこだわる必要があるんですが、美しいだけで、その中身コンテンツの方がしっかり整っていない。4番、作るだけ作って満足した、もしくは抜け殻になってしまった状態で更新をしていない。で5番、アクセス解析をしていない。だいたいこのあたりが主な要因になるので、一つ一つ、解説をしてみたいというふうに思います。まずですね、1番ゴール設定していない、これ一番致命的なんですけれども、そのホームページが持つ役割とか、そのホームページによって見に来たお客様がどういう行動をとってほしいのかっていうのを先に設計する必要があります。はい、例えば私のメインサイトの私のコンサルのことがよく詳しく書いてあるメインサイトに関して言えば、そちらの方の、ゴールというのは私と少しでも距離を縮めてもらうっていうことなので、メルマガ登録か LINE 登録ということをゴールにして設計しています。サービスはもちろんその距離を縮めるっていうこともなく、いきなり講座を受けたいとかいう方はもちろんそのままストーンと入ってきますけれども、まず私がどういう考えでビジネスをやっていて、どういう人をどういうふうに導きたいのかっていうことを日々綴っているわけですよね。この動画もその1個になります。こういう方にはこういうことを伝えたいっていうふうなのを思いまして動画を撮ってるわけですね。ですからその自分の思いとか、自分が伝えたいことっていうのが、ある。それが私の場合にはメルマガとか、LINE に登録していただいて、徐々にこう思想を知っていただいて、コンサルしてもらうならこの人がいいと指名検索ないしは指名でお願いされるような状態になったら、サービスをご購入いただければいいかなというふうに思っているので、サイトの持つ役割としてのゴールはメルマガ登録、LINE での、触れ合いっていうのをメインにしているっていうのが私のウェブサイトの今メインサイトのウェブサイトのゴールです。でパン教室の時はですね、そういったこうコンサル的な要素はほとんどないので、読んだらそのまま即コースに申し込むっていうことを実現したいなと思って、そういう形になるように動線設計を組んで、申し込みの、ボタンもね、そういう意味で配置をしてやってたりしています。ですのでゴール設計がないと本来はデザインってできないはずなんですけれども、サイト作りに慣れてない方とか、自分がどうしたいっていう意思がはっきりしてない方は、例えばその業者さんがこういうテンプレートがあるんで、じゃあこんな感じでどうですかって言われたら、そんな風に仕上がってしまうみたいな感じになっちゃうんですよね。
ですから、ゴールをしっかり自分がそのサイトで、来た人がどういうふうに動いてほしくって、どういう成果を自分が欲しいのかを一番最初に決めると、それに合わせて必要な部材とか必要なデザインとか必要なボタンとかが揃っていくので、まずゴールが決まってないとすると、それだけでも結構難しい。仮に来たとしても何も決まらないということになります。で、余談にはなるんですけれども、これ本当に嘘のような本当の話なんですけど、ホームページサイト診断とかね、するじゃないですか。で、なかなかいい文章を書かれているよなとか思いながら読んでて、で、いや、自分がお客様になったつもりで読んでいた時に、あれ、申し込みボタンはどこなんだ？どこなんだ？どこなんだ？っていう すっごい分かりにくい場所にあったんですよね。で、ご本人はそこにあるって分かってるんですけど、割とサイトを見慣れている、たくさんのサイトを見慣れている私が簡単に見つけることができないボタンっていうのは、一般人は相当難しい、ハードル高いです。ですので、分かりやすく申し込みしやすいように優しく作ってあげるっていうのが、まずこちら側の配慮として必要なところになります。ゴール設計が明確であることと、そこに導く動線設計がきちんと分かりやすく成り立っているかっていうのがポイントとしてチェックしてほしいところ、まず1点目です。で、2点目、自分の理想とする未来のお客様に届いていない、響かないっていうことですね。これは当然、その人物像を設定してない限りは届かせるように文章を作ったり特徴を書いたりすることができないんですね。この辺を結構決めないで、例えばコースレッスンとかだった場合には、そうですね、私がパン教室だったんで、パンの話をすると、バケットの ABC が作れますとか、食パンのこういう難しい食パンもこういうふうに作れますとか、そういうパンの技法とか手法とか、そういうものを、例えばそれだけを歌っていってたとして、で、確かに技術を学びたい人は来るかもしれないんですけれども、とはいえ似たようなことを教えてくれる教室は山ほどあるので、そこと比べられてもありだよねと思われる要因は一体何なんだろうっていうところですね。そうすると、ペルソナさんと言われる人に響かなくちゃいけない、理想とするお客様に響かないといけない。とすると、自分の教室をどういう見せ方をして、どういうふうに訴えれば響くんだろうかっていうのは当然考えなくてはいけないです。これが歌われていないホームページはやはり集客ができないということになりますね。で、私がそのね、設定した方っていうのは、50代以上のお金も時間も余裕があって、手ごねっていうことにはもうこだわらないけれども、見栄えが面白いなし、配合が変わった配合のパンを作り、自分も楽しむんだけれども誰かにあげて喜ばれるみたいな、そういうストーリーを作って、でそれに合わせてページを作って、響くような言葉で、作ってっていうふうにしているので、コンセプトワークですね。最初にこれがやはりきちんとできていて、さらに誰にっていう誰の人に対してしっかり届くようなメッセージ、それは文章そのものっていう意味のメッセージもあるんですけど、どういう写真を選ぶのか、写真の、写真と文字っていうのは、一心同体みたいな感じなんですけれども、その写真と文字がバランスよく視覚に訴えてくるような配置ないしは、セレクトですね、がされているかっていうの、これも結構大きな要因になります。ですので、未来の生徒さんに刺さらないような文章とか写真だったとしたら、やはりそれは当然仮に見に来たとしても去っていってしまうという要因になりますので、こちらが2つ目の要因になります。で、3つ目、綺麗なだけでコンテンツが少ない。これもちょっと結構ね、よくありがちなんですけど、写真とかはプロに撮ってもらえれば、ある程度綺麗な写真は揃うんですね。で、それがコース制でもある程度綺麗な写真揃います。で、もちろん写真だけで決まってしまうタイプの方もいらっしゃいます。結構それはその方のお人柄とか製法が特殊すぎて、もう他の人が絶対真似できないから一人勝ちみたいな、そういうのも当然あるんですけれども、その綺麗なものとか、こういうものができますよっていう写真を並べるだけではですね、やはり来てもらえない。その人の先生の人柄とか
プロフィールも割と結構見られてるらしいですよ。まあらしいっていうか、私はこれからご紹介するアナリティクスと言われる解析ソフトとかたまにチェックをしたりして、その中でまあどういう状態で自分が見られてるのかっていうのを客観視することができるんですけれども、まずまあそのいろんなね要素はあるにしても綺麗なだけっていう形では非常にこう見せていく上でやはり辛いところはありますね。文章と写真は整っている必要があるし、その整っていく方向性は未来の生徒さんがここ素敵って言ってもらえるように整えていかなくてはいけないということですね。ですから私のパン教室は、大人女性が来るということと少し高級路線を狙っていたので、リュクスっていうキーワードとかも入ってくるようなイメージで、落ち着きがあるエレガントっていう感じでやってました。ですので色合いとかにはグレーとか金とか、焦げ茶色とか少し落ち着いたカラー、そこに差し色でグリーンとかね使ったりとかはしてましたけれども、そういう見せ方になっていくわけです。ですからそのデザインっていうのはもちろん大事なんですけれども、そこの中に入っているコンテンツですね、どういうものをどういう思いで私がやっていて、でどういう気持ちで、ね、こう取り組んでるかみたいなのが話として書いてあるとか、一つのレッスンに関しても何が学べるかだけじゃなくて、そのレッスンを立てた背景とか思いとか、そういうのをきちんと語れるかっていう、そういったコンテンツが結構たくさん盛り込まれているか盛り込まれてないかっていうと、綺麗な写真頼みで何もそういうのもあまり書いてないっていうサイトもまああります。そうするとやはりファンにならない、お客様がファンにならないので、結果として商品は売れていかなくなる、先細りになっていくっていう感じですね。はい。で、4つ目、これもよくありがちなんですけど、ホームページ制作って結構大変なんですよ。まあ私も好きなんですけど、やっぱりきちんとしたものを作りたいっていうとチェックとかきっちりやるので結構時間かかる。なんでもうクタクタになるんですよ、初めてやった人は特に。私はもう何個も何個も作ってるんですけどね。そうすると更新をねしない、もう疲れ果ててしまって更新をしないっていう方もまあまあいらっしゃいます。結局ウェブサイト特にホームページで長期戦で、そのね内容、いい内容をもうすごくこうルーティーンで普通に発信を続けてるって、これだけでも価値がある。なぜならやれない人が多いからです。毎日毎日コツコツできるっていう人は 1% 以下みたいな話とかもね聞いたことあるぐらい大変なんです。皆さんが喜ぶ記事を毎日毎日書き続けるっていうのは、ただそれがやれると信頼構築になるので、ホームページ更新する場所ないじゃないですか、レッスンそんな変わらないしとか言って、だからワードプレスっていうブログ型ホームページ作成システムがあるんですけれども、ブログの要素もきちんと書いてホームページの中に載せていくっていうことをすると、それがコンテンツという、まあ、その人の信頼をね支える一つの記事になったりとかしますので、更新が必要ということです。だから作って満足じゃなくて、そこから更新していくっていうことでね考えていかないといけない。そして5つ目ですね、アクセス解析です。それだけ頑張ったページを作っても本当に売れるかどうかは皆さんが見に来てくれなきゃダメなんですよ。ということで皆さんが見に来た人数とか、どれぐらいの時間自分のサイトを見ててくれてるのかとか、2回目の人は2回目見に来てそして去っていってるのはなぜなんだろうかとか、まあ、いろんなそういうものをね考えたりしながら調整を取っていくっていうことをやります。ですからアクセス解析っていうのはなんか面倒くさそうに聞こえるかもしれないですけども、そこの中にヒントになる企画、要は新しいレッスンとかのヒントになる悩み事とか困り事とか、どういうふうに対処したらいいかっていうプチアイデアとか、そういうのが全部詰まっている状態でお話をしていきますので、まあ、聞く人にとっては聞くだけでも価値があるっていう、まあ、そういう作り方をすることができます。ですからそのアクセス、要はどういうキーワードで来てるのか、で来た後どれぐらいの分数滞在していて、で他のページを見た時にどういう反応をするのかとか、そういうのも全部見てもらうっていうのに無料でできる Google Analytics っていうのがありますので、そういったものもね導入していただけるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい、それではまとめに入ります。ホームページを作ってもうまく集客できていないあなたに
お伝えしたい5つの失敗要因ということですね。覚えてますか？5つ忘れてるんじゃなかろうかと思いますが、一応復習で言っときます。1つ目、ゴールをきちんと決める。2つ目、ターゲット、メインターゲットにするお客様に届いていないのであれば速やかに改善しましょう。3つ目、綺麗なだけで、中身がすごいと思われる状態になっていないギャップにより、逆に申し込まれないっていうケースですね。はい。で4つ、ご自身がなんですけど、1個作ってもヘロヘロになって満足しちゃってもういいやみたいな、満足しちゃうとそこで止まっちゃいますので、常に革新改革を続けるということが必要になります。はい。で、5つ目ですね、アクセス解析。これは Google Analytics という無料のねアプリケーションを入れると計測をしてくれるようになります。で、その計測の内容を見て、記事をどうしようかなとか、今度の講座はどれぐらいの内容を盛り込んでいくらぐらいにしようかとか、そういうアイデアとかも結構思いつきますので、まあ、このね5つの失敗要因から学ぶいい行動哲学っていうのを皆さんに知っていただければなというふうに思ってます。はい、私の範疇は以上でございます。ぜひですね、皆さんいいホームページを作るようにね頑張ってやってみてください。それでは。